ナノサイエンス学科ではケミストリーを基礎とした新素材、環境、バイオの専門知識を習得して先端技術を支えるナノサイエンスに特化した研究を行っています。今回はその中でもバイオ分野で活躍されている桜木美奈先生の研究を紹介します。こんにちは、桜木です。私たちの研究室では痛い注射を簡単な塗り薬にするために薬を皮膚から浸透させる研究を行っています。きっかけは子どもの予防接種です。泣きわめく我が子を押さえつけて注射をして、その後不機嫌な子どもをあやすのにとても苦労して、これが塗り薬だったらいいのにと強く思ったからです。薬の皮膚浸透促進には界面活性剤のナノサイズの構造体であるマイクロエマルションが使われます。私たちはマイクロエマルションが皮膚のどの層まで安定に構造を保って、どこで内包した薬物が放出されて効果を発揮していくのかなど、マイクロエマルションの皮膚浸透メカニズムを放射光 X 線散乱を使って調べています。また皮膚浸透しやすいマイクロエマルションの作成条件や構造条件なども調べています。こちらの装置を使ってマイクロエマルションの皮膚透過量を測定しています。真ん中の部分に皮膚をセットして、下には溶媒を満たしておいて、上の方からマイクロエマルションを滴下します。一定時間後、下の溶液を採取し、液体クロマトグラフという装置で透過量を測定しています。蛍光ラベル化すれば見た目でどこまで浸透したか観察することもできます。これまで全く知られていなかったマイクロエマルションの皮膚浸透メカニズムを明らかにして、皮膚浸透性の高いマイクロエマルションの構造条件や作成条件を明らかにしていきたいと思っています。これによってこれまで注射でしか投与できなかったような薬剤を塗り薬にするための技術の開発につなげていきたいと考えています。こちらの装置は皮膚のバリア機能が正常であるか測定できる装置です。皮膚の角層を通って蒸散するわずかな水分量を温湿度センサーで測定していまして、皮膚バリアが壊れていたら値が高くなります。研究室では新しく作成した皮膚浸透促進剤やマイクロエマルションなどの皮膚バリアへの刺激性評価に使っています。現在はコロナワクチンが世界中で接種されています。医療従事者の方は毎日多くの方に注射を何回も接種するのはとても大変なことだと思います。もしワクチンを皮膚から浸透させることができれば、皮膚の表面には免疫担当細胞がたくさん存在していますので、注射よりも免疫効果を高めることができると期待されています。子どもからお年寄りまで、みんなが安心して薬やワクチンを投与できる社会の実現に貢献していきたいです。